赤身をつけましょ、ぼんぼりにお花をあげましょ、この花五人林に触れない子、今日は美味しいひな祭り。日常運の食谷にようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで本日は3月3日ひな祭りですね。まあ、自分はそもそも男性である上にもう子供の頃には縁はないのですが、まあそれでもいろいろ食べてお祝いしちゃってもいいですよ。というわけでスーパーに売っていたひなあられ2種類と、あとお餅である桜くず餅と甘酒餅というものを買ってきました。でこちらを食べたいと思います。まあひな祭りのお餅っていうと本来はひし餅なんですけど、残念ながらそこにはひし餅はなかったんですよね。なのでまあその代わりちょっと気になったお餅を買ってきました。で今日は飲み物として、飲み物としてもこちらの甘酒用意してます。なのでいろいろ楽しんでいきたいと思いますね。でもこのままだとちょっと食べにくいので、まずはあられを一旦出しますね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、準備できました。それではこういう食べ方、本当はしないと思うんですけど、このあられから食べていきたいと思います。おー、色とりどりで綺麗ですね。では、いただきます。ザクザクしたひなあられ、優しい甘さのお餅2種、どちらも美味しいです。こういう形でなら男性でもお祝いに参加していいですよね。こちらの2種類のひなあられは、どちらもかなり甘めの味付けがされているあられでしたね。なのでいわゆるあられにありがちな塩気はほとんどなく、甘めでパクパクと食べ進めることができました。ただ塩気のあるあられが好きな方には物足りないかもしれないですね。そしてこちらの甘酒餅、お餅を噛んだ瞬間に甘酒の優しい甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。もっちりしていましたね。なので味の広がり方としてはお餅よりはマシュマロに近いような印象もあります。しかしこういった甘酒の楽しみ方もあるんですね、ということを改めて知ることができました。そしてこちらの桜くず餅、口に入れた瞬間に桜の風味がちょっとねっとりとした感じのくずとともに広がってきて美味しかったです。なんか寒天みたいなものなのかなと思ってたら意外と柔らかくてむにゅーっとしていて、なんか表現ちょっと気持ち悪いですけど、これが一番桜の風味を感じることができて美味しかったです。なのでひな祭りお祝い商品はこの桜くず餅を代表としてこちらの点数とさせていただきます。でそれではひな祭りのお祝いも終わったところで、やついきますか。猫の恋、神経性胃炎かな心ほど。猫の恋も心に痛むものはあるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。